アルバム引っ張り出して写真見ながら飲んでる。昔は小さかったのに、あんなに立派になったと思うと涙が止まらんわわらわら。まあ娘っても俺の身の娘じゃない。死んだ嫁の姉の子供。縁無精子症っていう病気で、子供ができなくてさ、俺の家族とか、向こうの家族から白い目で見られてたのは覚えてる。嫁家系って眼家系らしくて、嫁もステージ3の膵臓癌で死んだ。まだ26だったってのに。しばらくして嫁の姉が家に来て、自分の娘を少しだけ見てくれって頼んで、それ以降現れることはなかったんだ。要するに夜逃げ。後から聞いたら借金まみれだったらしい。借金云々は俺関係ないから一切関わらなかったんだけど、残された子供をどうするかってなったのよ。とりあえず嫁の実家のギフト義母に事情を説明して、なんとか引き取ってもらおうとした。情けないけど嫁が死んだ直後だったから、まともに子供見る自信はなかったんだ。で、しばらくするとまた実家から子供が送り返された。理由は嫁姉の作った借金。額は知らんがとんでもない額になってたらしく、嫁両親が顔を真っ青にしながら育ててくれって頼みに来た。今まで種なしだからって、正月の時にひそひそ噂してたやつが、どの面下げて頼みに来てんだって思ったけど、それをしちゃうと目の前の10歳くらいの子が本当に行き場をなくすと思って了承した。とりあえず引き取って役所でもろもろの手続き済ませて、正式に俺の養子みたいな形になったんだけど、やっぱ親が夜逃げしたっていうショックから立ち直れずにいた。10歳くらいになるとある程度物事もわかるし、余計辛かったんだと思う。幸いなことに虐待はされてなかったみたいだけど、家にはしょっちゅう闇金だかなんだかの取り立てが来てたようで、毎日怖くて眠れなかったらしい。俺もそれ聞いて、腹固めたんだよね。ちゃんと育てようって。まっすぐに素直ないい子に育てようって。そ、からは大変だったよ。学校の問題でわからないところがあれば教えるんだけど、何分十何年も前のことじゃん。しかも今日がつくほどバカだったから問題見てもチンプンカンプンなわけ。だから職場の頭いい大学出てるやつに問題書いた文章持って行ってほぼ毎日教えてもらってた。迷惑だったろうなって思ってるよ。俺安月給の仕事で、嫁と俺のツーターボだったんだけど、俺一人の給料で俺と娘を賄えないってなった。だから深夜にバイトも入れて、睡眠時間が平均3時間とかがザラだったな。ちゃんと勉強していいところに就職しとけば、そんな問題も起きなかったと思うが、俺と嫁の貯金はもしもの時のために取っておいた。いきなり病気に、それこそ癌になったりしたら嫌だから。小学校卒業するくらいまではそんな生活続けていて、体重がみるみる落ちていったよ。76キロあったのが、59まで落ちてるのを見た時衝撃だったわ。小学校卒業するくらいになると、娘も心を開いてくれたのか、何かと遊んでとせがんできたりしてた。どんなに疲れててもご飯作るのと、遊んでやるのは欠かせなかった。生前嫁が語っていた子供ができた時の育て方を思い出しながら実践してた。絶対するのが食育。外食ばっかりじゃダメだって口酸っぱく言ってた。あと小さい時はとにかく遊ぶって。山連れてったり海連れてったり、キャンプに行ったりってすごい遊んだ。中学に入る頃にはお弁当を作る必要があったから、お弁当の作り方みたいな本買って練習してた。一回キャラ弁にしたんだけど恥ずかしい。って言われてガチへこみしたのはまだ覚えてるわら。部活はバスケ部に入って毎日遅くまで練習してた。危ないから夜は毎日車で迎えに来てたな。けどそのうち迎えに来なくていいって言われて、反抗期かなってまた落ち込んだ。それで中3の時に娘が盲腸で倒れたんだよね。少し前からお腹痛いって言い出してて、病院行くかって聞いても行かないの一点張り。無理しすぎたらしくて、通学路の途中でゲロ吐きながら倒れたらしい。担任からその話を電話で聞かされて、俺の頭真っ白になった。気が気じゃなくなって、俺カタカタ震えてたらしい。病院嫁の死んだ場所になってるから、そこに運び込まれたってなって、嫁の死に顔がフラッシュバックしたんだ。上司が尋常じゃない俺の様子に気がついて、どうかしたのかって話しかけてきてくれたから理由を説明すると今すぐ病院行け。車を法定速度ギリギリでかっ飛ばして、病院に着いたら今から手術するから同意書に印鑑くれって頼まれた。いくらでも払うから娘を連れて助けてください、ってお願いしたよ。医者困り顔してた。手術自体は成功して、多分4時間くらいしてから娘の目が覚めた。開口一発でごめんなさいって謝られたよ。仕事休ませちゃってごめんなさいって。初めて怒った。仕事なんかよりお前の体の方が大事だって。そしたら娘号泣、俺も号泣で二人で泣いてて看護師さんがびっくりしてたよ。何したんですか？って聞かれた。そのさっき行った迎えに来なくていいっていうのも、実は反抗期とかじゃなくて、ほぼ休みなく働いてる俺を気遣ってたんだ。
同じ理由で盲腸で苦しんでた時も、俺の負担にならないために我慢してたんだ。そこからは元気になって、娘は頭のいい公立高校に通った。そこでは部活やらずにバイトに精を出すって言ってたけど部活はやらせた。バイトなんて引退してからできるし、部活の仲間は一生友達でいれるくらい強い絆になると俺は思ったから。その頃くらいから俺も昇進していて、生活に余裕みたいなのが生まれてた。娘が高2の夏くらいだったかな。俺の体調がだんだん優れなくなってきてた。倦怠感というか疲れが取れないというか。少し太ってきてたんだけどまた痩せたんだ。病的な痩せ方で俺はこの症状に覚えがあった。正確には見たことがある症状だった。胃がんだった。俺お先真っ暗。ステージ2で転移はまだ見られないけど、早急に手術しないと手遅れになるって言われた。即刻入院って言われたんだけど、医者に1日だけ時間くださいって無理言った。最初に向かったのは会社で、胃がんの診断書とともに辞表を提出した。戻ってこれる保証もないし、俺の指揮のもと大きな企画も進んでた。それを途中で投げ出すわけだから当たり前の処置をした。上司は目の前で辞表を破り捨てると、早く戻ってこいとだけ言って給食扱いにしてくれた。進行性の胃がんで医者からは、手術しても生存確率は4割もないと思ってくれって言われたな。その次に親は難しい顔を作ると娘は任せろとだけ言った。お前の今のやることは癌に勝つことやって。その時に昔嫁が膵臓癌が発覚した時に言ってたことを思い出した。私は負けないからって。癌なんかに殺されないって。俺も殺されたくなかった。最後に娘に夕食のタイミングで打ち明けた。大事な話があるって切り出して、全部話した。明日から入院すること。生存率は4割もないとのこと。もう会えないかもしれないこと。保険はかけているからたとえ俺が死んでもそのお金で俺の両親と仲良く暮らしてほしい。って言ったらぶん殴られた。お父さんは死なないから。って何度も叫んでた。入院してから多分2日くらいで手術した。見えてる部分の癌は取れたらしいけど、転移してるかもしれないってことで抗がん剤治療が始まった。薬の名前は覚えてない。けどずっと船に寄った時のような気持ち悪さと、倦怠感で何度もトイレに吐きに行った。凄まじくしんどかったよ。途中で投げ出したくなって、自殺しようかと考えるくらいにしんどかった。抗がん剤って4クールに分かれてて、4回地獄を味わった。1クールも長くて死にそうだったよ。けど毎日娘がお見舞いに来てくれてそれを糧に頑張ってた。ちなみに会社の仲間もお見舞いに来てくれた。痩せたなお前、とかハゲじゃんわらわら。とかいろいろ言ってたけどいつも通りのやりとりで安心した。最終クールが終わって検査したんだ。それで医者からおめでとうございますって。報告もらって娘と手を取り合って喜んだ。俺は癌に勝った。ちなみに抗がん剤って人によっては副作用がほぼ出ないこともあるらしい。俺はその抗がん剤に合わなかったらしくて地獄を味わった。みんなも癌には気をつけろよ。完治したのは発覚から約1年近く経ってた。ちょいちょい仕事には出てたんだけど、正式に復職した日に宴会あった。医者からも飲酒の許可は出てたから、1年ぶりくらいにビールを飲んだ。相変わらずまずかったよビールは。そんでその2ヶ月後くらいに娘が高校を卒業した。卒業証書を持った娘を見た時に歓喜は待って泣いたよ。ここまでよく成長してくれたなーって。お父さんのおかげだよって、初めて、お父さん、って呼ばれた。俺また号泣した。娘は看護師になるために専門学校に通ったんだがこれが高い高い。本当に目を疑うくらい高かった。俺また馬車馬のごとく働いた。けど幸いだったのは、娘がしっかりと勉強したおかげか、奨学金が多く出てかなり助かった。成人式も俺泣いたよ。親が振袖をわざわざ買ってきて着せてた。白いマフラーみたいなのがついた上等なやつ。それで3年間通い続けているようやく卒業したんだ専門学校。そのまま付属の病院に勤めたよ。都内業務だかなんだか知らないけど、帰らないことも多かった。俺は娘が朝帰ってきた時のために、作り置きでも美味しいものを作って仕事に行ってたよ。娘が仕事してから5年くらい経った時だったわ。娘が会わせたい人がいるって、夕食のタイミングで言うてきて、とうとう来たか。って感じで身構えた。予想通り結婚を前提に付き合ってる人がいるって聞かされた。次の日連れてきたのは長身メガネのイケメンくん。そして医者。全てにおいて俺はより能力が上のやつ。イケメンくんは娘が俺の本当の娘じゃないことは知ってたみたい。けど必ず幸せにしますって頭を下げた男に俺は全てを譲った。絶対に幸せにしてくれって託した。そこからだいたい半年くらいした今日に結婚した。いや昨日か。手紙を読まれたけど、俺、感動しすぎてハンカチ絞れるくらいに泣いた。
荷物はすでに夫婦の住宅に運び込んで、娘は慣れ親しんだボロマンションから離れてる。2家しかないから2人でも少し手狭だったけど、一人で住むとなんだか寂しいわ。てなわけで終わり、長々と聞いてくれてありがとう。